見ると絶望しかないように思えてしまいますが、そうではない。一つだけ、たった一つだけ希望がある、光がある。それは何か、立ち上がる国民、立ち上がる市民なんですよね。そしてそれを反映できるのが選挙なんです。必ず人々の命を軽んじる者たちに対して制裁が加えられる。国民一人一人に対して最低限生きる権利も与えられないような世の中というのはおかしいんだということを伝えられる、そういう政治が起こられない限りはこの国は滅んでしまいます。次の選挙でこの国は大きく変わることができるんでしょうか。国会議事堂です。一体この中に一番最初に政治家を志した頃の思いのままその活動を続けている人たちはどれぐらいいるんでしょうか。その国会前にはたくさんの人々が徐々に集結しています。日比谷公園からゆっくりと歩みを進め国会議事堂前に集結しています。60年代国会議事堂前で抗議行動があった時にはこの道路いっぱいに人々が広がりました。そのフレームには収まりきれないぐらいの人々が集まりました。その時はほとんど規制はなかったんでしょうか。今のように厳重な規制はなかったのかもしれません。今の状況では一見人の数は少ないように思えます。これが日比谷公園の中にいた人々、そして仕事終わりに駆けつける方、涼しい時間帯になってから参加しようと思われる方々、どんどん集結してくると思います。最終的にはどれぐらいの人々がこの国会前に集結するんでしょうか。並びをあれじゃないですか、国会法医とかじゃなくてこういう並びにさせられてるんじゃないですか。人が集結してるのをあまり見られたくないっていうような状況になってるんですかね。極力国会を包囲してるようには見させたくないっていうか、コース的にですね、コース的には経産省前方面から流れてきている人々の方が多そうだという。なるほど。ここは
続々と人が集まっています。あ、いまだに日比谷公園から出れていない人々もいるんでしょうか。相当な人数が集まったということですね。これはわからないですね。夜になってみないと。我々の飛行時間は30分です。すでにもう時間になったらしいんですね。この後広川隆一さん、そして、アープラネットの白石さんにバトンタッチをして、この後国会包囲どのような状況になっているかを